僕らはさ何もつかない。ウェルビーイング、それは体も心も、そして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。西原町にあるオクラ畑、ここは無農薬栽培にこだわっている小橋川ファーム沖縄です。代表の小橋川さん、無農薬栽培を始めたきっかけは？子供ができてから安心してあげれる野菜を作りたいと思って無農薬にお勉強して始めました。毎朝6時から収穫。中腰の姿勢が大変そうですね。もう1回2週ぐらいしたらこうしてやりながらやってます。もうちょっと背が大きくなれば楽なんですけど、今ちょっと出始めなのでまだずっと中腰で腰痛くなります。でも立派なオクラが取れると嬉しい。なんかちっちゃい間にめっちゃなんか実つけてたらありがとうありがとうって一個ずつ収穫したりしてたんですよ。そしてなんか大きくなってきてる子たちだからすごい嬉しいです。はいどうぞ。はいはい、ありがとう。可愛いからそれ100円でいいよ。もうそれ100円で。この日は子どもたちを集めて量り売りの直売イベントを開催。そのままでいい？もう100円でいいよ。はい。はい。やばい。1000円で買ってくれるの、ありがとう。はいどうぞ。ありがとうございます。栽培方法が他と違って安心安全だっていうのを分かっているので、やっぱり子どもにあげるっていうのを考えた時にやっぱそういう基準の方が大事かなと思っていて、実際に甘くて美味しいですね。そのまま取ってすぐ食べてもえぐみとかがなくて癖がないんですよ。多分癖がなくて食べやすいとは思ってます。お客さんとかやっぱ人が買って食べて美味しかったよって言われるのが一番嬉しいです。安心安全な野菜を子どもたちに食べてもらい健やかに育ってほしい。小橋川さんの優しいウェルビーイングな気持ちです。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。